そういえばさ、チアラマイさんの配信でさ、お誕生日の時にさ、私にスパチャくださったのがさ、初めてのスパチャでなんかすごい緊張して間違ってないかどうか確認しながら送ったって言っててはーってなった。人生初めてのスパチャ私にって。ちなみに言うとね、私も初めてはマイさんの配信だった気がするな。お互いの初めて交換しちゃったってこと？へへへだわ。ひよ先生のお誕生日だったからさ、初めて、生まれて初めてスパチャを投げたんだけど緊張するし、なんか押し、ボタンとかもさ、どこ押せばいいかよくわかんなくて、あのパソコンのメモ帳で下書き打って、それをコピペして送った。